アルベルト・ヌーハイスは、オランダの画家である。オランダの北ホラント州のラーレンに集まった画家たち、ラーレン派を代表する画家である、ユトレヒトに生まれた。1858年から1860年まで、ユトレヒトの美術学校で学んで、ユトレヒトの版画出版書をファンデバイヤーで働いたが、2年後版画賞は破産し、その後、画家となることにした。 王室の奨学金を得て1868年から1872年まで、アントウェルペン王立芸術学院で学んだ。この時期、17世紀の風俗画家、ピーテル・デ・ホーホの描いたような室内画を描いた。1872年に、アムステルダムに移り、ヨゼフ・イスライルス、アントン・モーブや、ウィレム・マリス、ヤコブ・マリスのマリス兄弟らと知り合った。1876年に、 デンハーグに移り、ハーグ派の画家として活動した。デンハーグが都会化することによって、ハーグ派の人々の絵画のテーマとして、魅力を失った後、イスラエルスからラーレンの景色の素晴らしさを教えられ、1880年代の、初めに、ラーレンに移住した。2年後に、モーブが、ラーレンに移ってきた。その後、ヘインケファー、ステーリンク、ファルケンブルグといった画家が、ラーレンに集まり、 ラーレン派と呼ばれる画家集団が形成された。ノイフィスは農民や職人の生活を描いた。ラーレン派の画家には風景画を主に描く画家も多い。1885年にヒルフェルスムに移り、1900年から1910年にはアムステルダムに住んだ。1910年にスイスのチューリッヒに移ったが、春と秋にはラーレンを訪れ続けた。 スイスのロカルの近くの町をソリナで没した。ありがとうございます。